もしかして迷子？迷子じゃなかったら何だって言うんですか、このブス。ごめんなさい、ブスは言い過ぎました。ちょっとだけブス。それで怒りが収まる。迷子許さない。絶対お前は許さない。ちょっと待ってくれ。お前が魔王だろうが。お前は絶対許さないぞ。おかしいだろ、お前が世界を支配してるんだろう。俺が勇者だ。俺は支配しないといけない。お前を切り刻んでやるよ。おいおい、お前を切り刻んでよ。食べないで。お願い。お前が魔王じゃねえのかよ。食べないでください。おい、俺が勇者で逆な感じだったんだよ。食べてください。じゃあ、まあ、地球を侵略するのやめてくれ。地球は侵略します。だって楽しいんだもん。やめろよ。なんで僕の楽しみを取るんですか。僕悪いことしましたか。めっちゃしてるよ。おめえのせいで陸なくなったんだよ、お前。確かに陸がなくなったことによって魚たちはのびのび泳げることになった。人間も今まで普通だと思っていたものが普通じゃなかったことにありがたみを感じ、より一層愛が深まった。助け合いも生まれお前が魔王だろうが。お前